我が町和歌山。今回は新しい和歌山市民図書館と南海和歌山市駅ビルキーの和歌山をご紹介。アフターコロナ、ウィズコロナにおいて新しい生活様式を日常の中に取り入れ、感染予防に留意しながら和歌山市内への外出を楽しみましょう。新しくなった南海和歌山市駅に和歌山市民図書館がついに全館オープンしました。年中無休で午前9時から午後9時まで開館し、通学・通勤の途中などにも立ち寄りやすくなりました。収蔵数が大幅に増加し、 Wi-Fi が完備されるなど館内設備も充実しています。新しい市民図書館は利用しやすく居心地のいい空間を目指し、これまで利用してこられた方に加えて新たな利用者を呼び込み、多くの方に使っていただける図書館となることを目的の一つとして誕生しました。学びと課題解決の支援を行うと同時に、図書資料を通じて和歌山市の歴史と文化を継承し、後世に伝える機能を備え、また街歩きの拠点にもなることで和歌山市の街中活性化の顔の一つとなることを目指します。現在館内では閲覧席や学習室などの椅子を間引き、定期的なテーブル、椅子などの殺菌消毒を行っています。市民の皆様にはマスクの着用、入館時の手や指の消毒などにご協力いただいております。来館者が多数の場合には入場制限をさせていただく場合もございます。何卒ご了承ください。さらにキーの和歌山も完成し、その商業ゾーンも充実しています。野菜、肉、魚などの厳選した高品質な生鮮食品を扱う専門店や、和歌山ならではの食材などを集めたスーパーマーケットからなる1階フロア、えりすぐりのローカルグルメを楽しむことができる2階レストランフロア、クリニックや美容や健康をテーマにしたサービス店舗が集結した3階フロアの3層の商業ゾーンとオフィスビルからなるキーの和歌山。7月3日にはホテルのオープンも予定されています。便利で快適な新しい和歌山市のランドマークをお楽しみください。新たな施設が続々オープンし、魅力を増す和歌山市。市内外にお出かけの際には、新型コロナウイルス感染症を予防するため、日常生活の中に新しい生活様式を実践していきましょう。人との間隔はできるだけ2メートル空ける。マスクの着用、まめに手洗い、3密を避けるなどの基本の感染対策を行うことに加え、1時間に2回の換気や毎日の健康チェックなどを心がけてください。体調が優れないときは外出を控えましょう。これからの季節、新しい生活様式の実践とともに熱中症の予防にも気をつけましょう。屋外で人と十分な距離を確保できる場合はマスクを外す。マスクをつけているときは負荷のかかる作業や運動を避け、周囲の人との距離を十分に取った上で適宜マスクを外して休憩を取るなどを心がけてください。こまめな水分補給や衣類選び、部屋の温度湿度調整など従来の予防対策と合わせて熱中症を予防しましょう。和歌山市からのお知らせでした。